説明をしたかったけど、知っての通り状況は刻々と変化してる。たくさんの恐竜が国境に近づいてるんじゃないかとカナダ国民が心配してるの。絶対国境を越えさせてはならないわ。私たちは CIA よ。私は DSD に所属している。危険生物対策課よ。私はドゥア博士。長年この場所で古生物研究について深く関わってきたわ。ジュラシックワールド、それと今はここでは詳しく話せない場所でも研究をしてきた。ここで働いている人たちとは昔からの知り合いよ。密猟キャンプというか、その慣れの果てね。素人が関係のない人たちを巻き込んで自滅しただけではなく、私たちの仕事を面倒にしてくれた。はい、こんばんは。今回はジュラシックワールドエボリューション2の続きやっていきます。キャンペーンモードの第2章ですね。はい、いきなりヘリコプターからです。まずは暴走中のカルーノタウルスを鎮静化する。はい、やっていきましょう。おっ、これはいいぞ。よしよし、カルタノサウルスを鎮静化いたしました。で、今回のこの舞台がどういうところかと言いますと、恐竜の密猟をしていたグループのアジトみたいな、そういう感じっぽいですね。ジュラシックワールド炎の王国の後の世界なので、恐竜がもう野に放たれてるんですよね。なのでこういう密猟グループもいるっていう感じっぽいですね。はい、それでは、どんどん施設を作っていきましょう。これ寝てる間に囲ったらもうあれなんですかね、輸送する必要ないのかな。このゲートやばいですよね。絶対隙を見て逃げれますよね、恐竜。日本のサファリパークの方がよっぽど厳重ですよ。はい、生き餌フィーダー置きます。これはちょっと動物好きの方は見ないようにお願いいたします。はい、こんな感じで食用のヤギですね。やばい、争ってる間に隙をついて逃げてる。あー、ヤギー、ヤギ、おーめー、わお。まあまあ食用のヤギということでお許しいただければと思います。奥側は水辺にしましょうかね。なんとなくこう自然景観的な雰囲気をちょっとだけ意識しつつ。はい、それではですね、脱走した危険な恐竜の痕跡を探すということで、はい、調査しに行きます。すごいですね、もうセガラリーみたいな感じですね。これは分析。うまくいきそうだぞ。まあ保証まではしないけどな。はい、こんな感じでいろいろと痕跡を探していくということですね。何もないですね。おーおお、びっくりした。トリケラトプスが寝てますね。トリケラトプス注意の看板立てといてほしいですよね、これは。おお、あの奥にいるのはジュラシックパーク初代で最初に出てきたあれじゃないですか、ブラキオサウルス、あのでっかいやつ。わあ、いいですね。こんにちは。おおすごい、でかすぎて見えない。あ、こっちにもいますね。これはですね、名前がちょっとわからないんですが、この魔人ブーと同じ頭の角を持ったパラサウロロフスかな、確か私のメモ上ではそうですね。こんにちは。あった。おー、いたぞ。急げ、慎重にだ。刺激しろ、再現、スケ
すごい止まり方したんですけど、はい、大丈夫？アロサウルスです。一体何があったの？今は手が離せない。ああ、どうか問題なしだと言ってください。嘘になるけど、不安が和らぐならそれでも。生きた心地がしません。問題には対処中よ。よし。いや、今回はスムーズに行きましたね。あと少しだ。うまくいってたが、恐竜が傷を負った。彼女を安全な囲いに入れて治療して経過を見よう。ルア博士に知らせるわ。それと俺は無事だ。心配させた。はい、今恐竜のことを彼女って言ったと思うんですけど、基本的にジュラシックパークシリーズの恐竜たちは全員メスなんですよね。繁殖しないように最初にメスだけをこう作ったっていう感じですよね。ではアロサウルスを収容するんですけど、飼育エリアが一つしかないので、飼育エリアをもう一個作りましょう。だいぶ距離来ましたね。恐竜に近すぎます。あ、恐竜がいるここに。恐竜さん、ちょっと恐竜避けるか。こう中に入れるわけにはいかないですもんね。もう恐竜がウジャコラいるんですね。あ、やばい、一頭迷い込んでる。あれ、入っちゃったか。君は誰？はい、無事にアロサウルスさん、アロさんが到着しました。まあ、ちょっと一頭違う恐竜紛れてますが、多分何ともないっぽいです。はい、かなり負傷してますね。やばいやばい、車に攻撃してる。あー、車ちょっとボンネットひどいことになってるんですけど。落ちた。いい感じでのどかですよね。新たな視点が問題解決の糸口になることもあるわ。恐竜の診察ができる科学者を何人か雇いましょう。科学者を雇う。医療のできる科学者を。あれ、これ空きがないので一人解雇しないといけないっぽいですかね。すいません、これ安倍さん一旦辞めていただいて、失業手当ちょっと受けといてもらいましょうかね。これしないと新しい人雇えないですもんね。はい、福祉が3の人って言ってたんで、あ、いた。この人を雇えってことですね。シンシア・イルファンさん、はい、お願いします。はい、医療検査を行うので、これなんでしょうね、救急車的な。でもこれこの車両で近づいてどうするんですかね。え、なになに。恐竜を気絶させないと。ああ、鎮静化がおすすめですが、ご自分のやり方でどうぞ。鎮静化させましょう。はい、私もちょっと自分でやるの苦手なので。これ自動で鎮静化すると100発100中で当ててくれるんですかね。よし、これで一時的だけど恐竜を抑えられるわね。あ、すごい早い。生物医療施設へ輸送して怪我の処置をしましょう。私がやるのの100倍早いですね。すごい、ちゃんとゴルゴ13並みの狙撃手がいるんですね。ほほほ、だいぶ怪我してますね。で、ここで治療されるってことですよね。大丈夫。ああ、大丈夫ですね。あ、すごい、こういう洗車機みたいなやつで治療するんですね。
すごい虹出てますね。へえ。いやこう見てると本当動物園と変わらないですよね。いい感じですよね。無事に治療が成功しましたので戻しましょう。回収が必要なアセット。あ、やばい、また寝起きドッキリみたいになってしまう。これは大丈夫かな。はい、アロサウルス到着しました。寝起きドッキリパターン。はい、起きた。迫力ありますね。お、ミッション完了いたしました。私たちは恐竜が森の中で生きていけるよう取り組んだ。もちろん良かれと思って始めたことだった。ところが後になってアメリカの国土の5分の1が森であるということに気づいた。しかもカナダに至ってはそれが半分近くになる。そして DFW と CIA の力を借りて私たちは恐竜を森に適応させた。そう、森に逃がしたの。お偉いさんたちがその意味を理解しているといいけど、恐竜との共存は不可能なのよ。はい、というわけでここは次回の動画で進めますので、ぜひお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。